こんばんは、ミアです。今ね、絵を描いててね、絵の背景にこれを使いたいんだけどさ、これこれ、この2本の棒が邪魔なのよ。これをなんとか消そうと思ってツイッターでみんなに頼んだんだよね。フォトショップとか得意な人いるじゃん。私できないからそういう人にやってもらいたくて頼んだわけよ。他力本願、他力本願。あ、早速ツイッターの DM に画像が届いてるみたい。ありがたいね。それじゃあ見てみよう。まずはこれ、ダダン。いや、下切り取るぐらいだったら私だってできます。画像のサイズはそのままで棒だけ消してほしいんです。次。ダダン。いや、ズームも意味ないんですよ。これだったら太陽しか映ってないじゃないですか。次。なんかあったの丸わかりじゃないですか。上から線描くぐらいなら私だってできます。次。画像歪みすぎです。もう何かわけわかんなくなってるじゃないですか。君の名はの彗星みたいじゃないですか。次。青すぎます。空が。画像を上から被せただけですよね、これ。こういう意味で消してほしいんじゃないですし、これなんか消したの丸わかりじゃないですか。次。なんか頑張ってくれたのはわからなくもないですね。もうちょっと頑張ってください。次。むしろ増えてるじゃないですか。これもはや反転画像じゃないですか、ただの。なんか顔みたいに見えますし、嫌ですよ。次。棒を消すの一番うまいのになんでボスさん入れちゃうんですか。死んだみたいじゃないですか。しかも全然関係ないじゃないですか。ていうかこのボスさんいない画像ください。なんかちょっとモザイクっぽいものになっている感じですよね。もうちょっと頑張ってください。いい線いってるんですけど。なんかもはやもうモザイクがすごすぎて棒だけ見えるじゃないですか。もはや棒しかメインじゃなくて他は何みたいな状況じゃないですか。次。タイル状にしてサイズごまかしてるだけじゃないですか。モザイク壁画みたいにしないでください。次。でもう別の画像じゃないですか。まあこれはこれでいい画像ですけど、いや、私が使いたいのはあの画像なんです。だから元の画像関係ないじゃないですか。確かに棒はないですけど、もはやイラスト感満載になってるじゃないですか。一本で力尽きないでください。あともう一本。あ、違う、あともう二本頑張ってください。そこだけ消していただけたらいいんです。ってなんで余計なのふやがしてるんですか。川越シェフと、これ、翔英さんですよね。やめてください。てか、棒消すのうまいんですから、その元の画像をください。明らかにえぐり取ってるじゃないですか。これ、天変地異起きてますよ。こうじゃないんです。次。だから、消すのうまい人たちはなんで無駄なことしちゃうんですか。その顔はいらないです。次。ありがとうございます。でも、これだけだと見えちゃってますね。もうちょっと頑張ってください。次。なんかすっごい、なんか、むちゃかっこいいですし、私意外とっていうか、意外とっていうか、かなりこういうの好きですよ。かっこいいですし。でも原型がないです。次。なるほどね。こう、ちっちゃく画像を、結局見えてるじゃないですか。一番下の画像の右端にちょんちょんちょんって残ってるじゃないですか。次。なんかすごい手ぶれした人が撮ったみたいな画像になってますね。なんかすごい荒ぼけた画像になっちゃってます。次は頑張ってください。消えてすらないです。てか、ここ綺麗に切り取る方がむしろ難しいんじゃないんですか？ちゃんとパッて消してくれるだけでいいんですよ。こんな余計な手間はいらないです。なるほど。逆にこうして利用してイラストっぽくってバカですか？こうじゃないんです。消してください。だからなんでどんどん無駄なもの増やしちゃうんですか？あとその川越シェフの顔がすごく嫌なんですけど。すごい！ちゃんと棒を消せてるじゃないですか。もう、これですよ、これ。ありがとうございます。早速これ、明日使わせてもらいます。いやー、ほんと、お前ら優しいよな。まあ、なんか変なものも多かったですけど、ありがとう。